せーの。なんか定期的に目薬を忘れがちなんよね。なんかね、忘れたつもりなかったんだけどね、忘れてた。黄色会っていうことでね、はい、お茶会をね今日開催するんですけれども、それに参加するために福岡に渡ってきたんですけれども、それに伴ってね今1キロぐらい車の駐車場から歩いてきてるわけなんですけれども、もう時すでにね14時集合なんだけど15分遅刻してますね。いや本当になんか結構遅刻癖が多くなってきた気がする。とりあえずどこに向かえばいいかはね Google マップでわかるので、本当ありがたい時代になったなっていう感じですね。で今日はね黄色会っていうところでスイートベストウィッシーズシリーズの方っていうか、このね黄色系の洋服ってこれしか持ってないから必然的にこれになっちゃうんだけど、ちょっとね最近購入したウィッグに変えてみたりとか、あとひまわりのクリップを使ったりとかね、そういう風なところでアレンジをしてみました。そんな感じ。というわけで行ってこようかと思います。午前中までめっちゃ雨降ってたんですよ。なんだけどね、ちょうど傘一応持ってきてはいるんだけど、傘ささなくてもいいレベルになったからめっちゃありがたい。いやー日頃の行いがねみんないいからね、参加者の日頃の行いがいいから、きっと少なくとも雨は降らなかったんじゃないかなって思います。おっと、ちょっと距離あるか、 150m って言ってるから。パン屋さんなんだここ。めっちゃ可愛い。で方向的にはこっちらしいですね。いやーなんかね、今日30度超える気温らしいんですけど、いやーなんかまだ全然暑い。全然暑いというか、湿気がねすごくって汗がねまだ結構ダラダラ出る感じになってます。実はこのウィッグ最近購入したんですけど、リネアストリアさんっていうところのウィッグを購入したんですね。なので、まあ、比較的ねこのウィッグ自体が軽めなのでそんなに暑さは気にならないんだけど、だとしてもだよね、だとしてもやっぱウィッグつけてると暑いなって、まあ、そういう意味ではね地毛で切れる人羨ましいなってめちゃくちゃ思いますね。位置的にはもうそろそろっぽいけどな。え、ある、そんな建物。これがこの橙色の建物かな。反対側に行ったら分かるかな。え、これちょっと待って、分かんねえ。あ、道挟んでこれか。すごい、それっぽい人がすでにこっちにいる。なんか外から見ても分かる感じが。あれ、すいません遅くなりました。こんにちは。こんにちは。あ、はい、ありがとうございます。乾杯の温度。よ、完璧。完璧。あの名前的にはあって。ノリが。ノリが。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。すごっ、すごい、これ知らんかった、知らん、まあいいやもういいいいや、言い訳しないのこう綺麗。おお、この変わっていく感じが。友達と東京に旅行しに行った時だったんですけど、東京来たからそれっぽいの買おうと思って、
ってたら、ノリタクトルじゃなくて、ラフォーレに迷い込んだんですけど、本命で気になったのは、ベイビーとか、ファイブとかだったんですけど、なんか男一人だと、入る勇気ない。雰囲気的に、何の知識もなく、入れるのは、クリーピーくらいしかなかったから。すごい光景。茶色。はい、じゃあそこのセブンイレブンで買い物しよう。はい。昆虫食。うわー。色合い的に玄米茶。色合い的に玄米茶。わあ、美味しそう。ラーメンいいな。こんなところに。もう2回で次が左へ。不安になる。なりきれいな人が増えてきましたね。2、3回にわたり階段で行ってもらっても。やっ、拍手します。着いた。6回。意外と大した6回じゃなかった。うん。傘の置き場ここ。面白い。この靴は面白いもんだって。大家族みたいになってる。超綺麗ね。これはすごくないですか？禁止でーす。すごーい。私ごめんなさいね。楽しくね。あ、見えない。はい。楽観ですね。めっちゃ黄色。めっちゃ黄色。いい。あ、いいかもしれない。で、真ん中で来たの正大正解する。かわいい。なんかジョーカーが一番強いんですか？ジョーカー一番強い。スペードハートどっち？スペードが一番弱いにします。あのクローバーダイヤ。ハートのエースが一番ですよね。うん。まあ、そこから来る。じゃあ数字が大きいほど、うん、一番、うん、キングがハートボタン。じゃあ、じゃあみんな選んでください。よし、じゃあまた、せーの、ジローさんです。ジローさんから。ありがとうございます。ジローさん、兄さん、キンキさん、ミさん、キンキさん。余った人たちをゲームしてる。ゲームします。すごい。寒い。面白い。その状態。
みたいな。どうです？可愛い。ありがとうございます。そう。あ、いいですね。大丈夫大丈夫。あくまで美しくやっちゃっていいですか。目線を、うん、こっちの正面の方。はい、ありがとうございます。シャンデラ屋。シャンデラ屋。このパルガーローが言ってる。です。ありがとうございます。